回転寿司海洋は、株式会社ガーデンが運営する回転寿司チェーン店で、ある。かつて回転寿司海洋を運営していた、株式会社海洋コーポレーションは、回転寿司店舗の運営業務、回転寿司店舗のパッケージ事業展開業務、魚介類、寿司ネタ等の食材及び、備品の販売業務、飲食事業のコンサルティング及び人材派遣業務、行う企業であった。 デフレを追い風に急拡大を図った企業の一例である。2012年以降、材料費と人件費の比率が70%台という、一般に合わせて60%までという適正値を上回る低い利益率から、2012年以降、急激に進んだエニアスの影響で売上を作っても利益が出なくなった。海外出店などの積極的な事業拡大が裏目となったほか。 競争激化も重なり債務超過に陥るなど、資金繰りが悪化、特に経営破綻直前の2016年1月期は、過去最高の20億円の売上高にもかかわらず、1億円を超える営業赤字であった。一部からは、役員が過大な報酬を受けていたという指摘もあったが、外部環境の影響だけならば、他の中小の回転寿司店もそれほど変わらなかったと見る、向きもある。 2016年8月26日に東京地方裁判所より破産手続き開始決定を受けた。フランチャイズ店を運営していた企業にも後に経営破綻した企業があり、三重県鈴鹿市で FC 店か伊王三重鈴鹿店を運営していた株式会社ひとしは回転寿司か用の経営破綻後に店名を回転寿司三重丸へ変更し、 継続して営業していたが経営が悪化。2018年6月27日をもって閉店し、人氏は同年7月4日に土方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。岐阜鏡島店海洋コーポレーションに関するカテゴリー。ありがとうございます。